最近俺はあんまりこれまあ本といってもほら現代思想とかあんまり読まないけど、だから昔ほら読んで繰り返し歌ってのあるじゃないですか。リトルネルとか、それはイタリア語だと思うけど、英語なんだっけ、フランス語はリトルネル、繰り返し歌っていう、そのドゥルーズのがあるじゃないですか。つまり小さな子供がですね、暗いところに言うとなんかこう、なんか怖いからさ、自分でその何か歌を歌って表紙とかリズムを取るうちにですね、元気になってくるということだから。まあ私もですね、まあ子供っぽいというか、子供らしいかもしれませんけど、そういうのよくあるっていうか、まあ例えばこれ配達とかしてても、まあ6時とか過ぎても真っ暗になってですね、真っ暗になってくるとこの季節だとね、そういうとまあこの少し行った先、ほら、市民の森とか抜けていかないといけない、結構暗くて怖いようなところで、それとまあ怖いから、前に誰もいないし、もう歌を歌いながら、するとですね、まあ、なんだ、こういう、なんだ、時をかける、じゃなくて、なんだ、盛大な期間中じゃなくてですね、
北斗の拳とか、愛を取り戻すとか歌って、しかもですね、最近ほら、生徒って今、数名とか、約1名しかいないけどさ、それでまあ、なんだ、混声合唱なんですか？の前、よく試合でメロディーがあって、それじゃない、別のパートでやっていうのを、ハモるって、それを習いたいっていう人が来てるから、まあ、それに影響されたのがですね、愛を取り戻すっていうのは、別のパートを、作曲したこともそれは大体自然に、まあ、音楽的に行くって、まあ、自然に決まっちゃうものなんだけど、それをまあ作って歌ってしまいました。なんだっけ、だだだだだだ。燃える心、手つないでも今無駄だ。微笑み忘れた。ちょっと忘れたけど、とにかく普通の歌があるとすると、ちょっとそれに低音部でですね、ハモる別の、アウトかなんかを、アウトじゃないの？何？ってながると、バスのやですか？わかりませんけど、まあ、とりあえず、それハモるのを自分で作って歌ってしまうというのが、まあ、最近のマイブーム。で、私そういうの歌いながら、まあ、歩いたりとかね、原付に乗って、だけどね、今はこれ忘れちまったから、そういう人ね、今歌おうと思ったんだけど、忘れちまったんですけどもね。で、なんでまあ、その話をしたかっていうと、だからさっきほら、ツイートで書いたような、まあ、ライナスの毛布のようなですね、まあ、移行体、つまり子供が毛布にとっての毛布みたいな。その動きを捕まえていくことでですね、なんとなく元気であるというか、まあ、不安から逃れるということなんだけど、まあ、そういうのっていうのは、まあ、動物を見てると、まあ、猫を最近飼い始めて2匹いるけど分かりますよね。だ猫だから、その辺におしっこしたりとか、ちょっと叱るわけだけど、まあ、あれはさ、犬は散歩に行ったらおしっこするのにも似てですね、まあ、自分が安心できる自分の場所を欲しいわけですよ。ですから、まあ、どう言えばいいの？だからそれは人間の用意とかかなり同じだと思うわけだけど、だからまあ、2匹目のボンちゃんが来てしばらくはですね、だからまあ、違う猫はいるし、まあ人間の注意もそっち向かうしですね、まあそういう匂いがするから、すごい不安で落ち着かない様子してたけど、だけどまあ最近はですね、慣れて、2匹ですごく仲良くなってますよね。そういう猫たちを見ると、まあ、他にまあ、微笑ましいものってあんまり、まあ、うちの両親を除いてあんまりありませんから、まあね。な僕はよく、まあ、気に入らないっていうのは気に入らなくもないけど、まあ、よくまあ、見る商売でみたいに言われるけどさ、まあ、そういう感じのあれだし、まあ、まあ、確かにまあね、何日か前にそのスーパーにいきなりクレーマーに行ったっていうのも、それろくなことはないと思うけど、それでもまあ、もう40年も一緒に暮らしてるから、まあ、それなりにですね、まあ、微笑ましいと思ってるわけなんだけどね、まあ、ネットの人たちっていうのは、もう口、俺は嫌いです、まあね。愛に疲れた。
軽々ときっと持ち上げて笑顔見せるだろう。愛した男たちの輝きに変えて、いつの日か僕のことを思い出すがいい。ただ心の片隅にでも小さくメモして、thank you.
俺は何日か前に文句言ったけど、ほら、昔、多少ほら交流してた、まあ、知り合いとか、ね、友達っていうのは、まあ、節分っていうのは、だからそういうサブカルとか、まあ、通う曲が好きだと言いながら、一方ではそのフランス現代史が好きだとか言って、ポストモダンとプレモダンがあってですね、モダニズムが抜けていいとか言われたんだけどね、大きなお世話だと思いますね。まあ、それからまあ、十何年か経ってるわけだけども、いまだに怒ってますね。別に怒らなくてもいいんだけど、まあ、そこに多分な、中のまあ、まあ、文化的な階級問題だけど、なんかとにかく違いがあるってことなんでしょうね。それ以上のことはちょっと分かんないけども。で、俺はそれすごく腹を立てたんだよね。
は果てない。
ったり恋したり、もっとキスを楽しんだり、でそんな思い出をそっと抱いているように忘れてしまえば、それ愛されるのに、あなたはその透き通った瞳の中で、へそにもへそ長いんで、心を持つあなたの願いが、thank you.
T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 hank you.